速稼塾の久保です。今日はね、いただき物、このお漬物ですね、キムチ、こちらをね、いただきましょうかね。これはね、大分県の松本漬物さんというところからね、提供いただきました。ご提供いただきましたというかね、お土産でいただきました。これ私漬物大好きなんでね、すごく楽しみにしております。今回は国産キムチ、100% 国産キムチじゃないか、これは白菜、昆布、唐辛子、漬け、原材料、食塩、調味料、アミノ、なんかいろいろ書いてますけども、原材料もとっても安心で、作った生産者の方もね、松本浩二さんということでね、いい名前じゃないですか。いや、美味しそうだな、もう我慢できないんで食べちゃいましょうかね。今日はキムチと白菜とたくあんいただいたんですけども、白菜はまだ切れてないんで、すいません、今日はね、キムチの方をいただきます。どうも。あの、焼肉でしょ、焼き鳥でしょ、白ご飯、その他ラーメンでもいいかな、そうめんとかおそば、和食全般的にこのキムチっていうのが合うように作られてるんじゃないですかね。私の場合はね、お漬物っていうのは私にとってはごちそうなんですよ。だから漬物だけで食べて、で、あ、おつまみね。で、私はお酒ほとんど飲まないんで、まあ、ウーロン茶とか麦茶とか緑茶と漬物というね、そういうパターンもあるかなと思ってるんですけどね。とっても美味しい。大分県松物漬物さん。たくあんもすごく、程よい甘みと、しょっぱさで、これご飯が進みそうですね。ちなみにね、今月私ね、愛釜農法のお米、こちらの方ね、上下町の方に、西条の方に買いに行きますんで、それで炊いたお米とこちらのお漬物いただこうかなと思います。やっぱりね、キムチってのはもともと韓国のものだと思うんですよ。でも今となってはこのキムチってね、日本人向けに改良されて、私も韓国何度か行ったんですけども、韓国のキムチは結構ね、好みじゃないんですよ、私。だからキムチっていう全般で捉えると私は本格派じゃないのかもしれませんけども、日本で日本人向けに改良されたキムチ、これはね、非常に美味しい。その中でも今回いただいた松本漬物さんのね、このキムチっていうのはまるでね、私向けに作られてるんじゃないかなと思うぐらい、これね、40代以上の大人の渋みの分かる男女にぜひね、楽しんでいただきたいですね。若い方も食べていただきたいんですけども、若い方はね、お漬物、なかなか出される瞬間ってないと思うんで、私の場合は自分の食卓に毎回漬物満載ですからね、もう漬物がメインディッシュみたいなもんですから、びっくりしますよ、本当に。お水もご飯もね、なしでしっかりと食べれます。これはね、ぜひね、私もね、大分にお邪魔してこの会社さん訪問して、しっかりとね、製造工程なり、それから社長のお話なり聞いてみたいですね。松本浩二さん2代目だそうで、受け継いだね、会社で頑張ってらっしゃるということなんで、これからもね、私もビジネスマンとしてビジネスマンとしてのお付き合い、そして友人としてもお付き合いしていこうかと思います。じゃあたくあん最後にいただいてね。うまい、大満足、ありがとうございました。